皆さんこんにちは。今回ですね、ゲームボーイポケットを買ってきました。ハードオフで324円、比較的ハードオフにしては状態のいいゲームボーイポケットだったんでね、買ってきたわけなんですが、やっぱりね、ジャンク品ってことで、このゲームボーイポケット実はですね、スタートボタンと AB ボタンしか効かないんですよね。これだからテトリスなんか始めても十字キーが全く言うこと聞かないから、もう完全に積みゲーですわこれ、ね、しかもこの AB ボタンすらめちゃくちゃ思いっきり押さないと全然反応しないんですよ。これこんなんじゃね、まともにゲームなんかできやしません。ということで今回は、分解してみたいと思います。もしかしたらね、直せるかもしれません。直せなかったら諦めましょう。それでは分解していきたいと思います。まずですね、ゲームボーイポケットを分解するときに注意しないといけないことが、このゲームボーイポケットのネジはですね、普通のドライバーじゃ開けることができません。このドライバーを開けるには、先端が Y 字になっている特殊なドライバーを使う必要があります。でこのカバーを外して、この中のね、ネジも取らないといけないですね。だから合計で6箇所のネジをまずは抜いていきましょう。じゃーん、オープン。ということでカバーを外すことができました。意外とね、コンパクトな基板ですよね。で、このフレキシブルケーブルをまずは抜いていきましょう。おそらくこのケーブルが液晶につながっているんでしょう。これを抜かずに作業をして、もしもブチ切ったりしたら、もうそりゃ取り返しのつかないことになりますから、絶対に外しておきましょう。このケーブルはですね、この左右の出っ張りを上に押し上げることでロックが外れて、このケーブルが、上に抜くことができます。こんな風に上に上げて、あとはケーブルを上に引っ張るだけ、引っ張るだけでもう外れちゃいます。ね、であとはこの基板を前のカバーから外すということですね。この基板は普通にプラスドライブ、プラスネジでついているので、普通のプラスの精密ドライバーで外せます。はい、これでネジがもう外れました。あとはこの基板をゆっくり上に引き上げれば、あ、いい感じで取れましたでしょ。さあ、一体なんでボタンの効きが悪かったんでしょうかね。とりあえずこういう場合はですね、無水エタノールを綿棒に染み込ませて、この基板とボタンの接点を拭いてみるといいかもしれません。こうやってみると結構汚れているのが分かりますね。はい、無水エタノールを染み込ませた綿棒を用意しました。これでね、接点を優しく拭いてあげたいと思います。綺麗になるかな。強めにこすってもいいかもしれない。次にこのね、ボタンのゴムも外してですね、こちらの黒い接点の部分を拭いていきたいと思います。
5ちゃん部門ですね。このカメラには映らないけども結構結構な汚れが溜まってるんですね。分かりにくいけど、これもね綿棒でこすっていきたいと思います。で本来ならもうエタノールでこれをやっちゃうと樹脂を傷めるかもしれないんで、こっちはね水とかの方がいいかもしれませんね。黒いとこもいいですね。じゃあさ、こんなにも汚くなっちゃいます。これかな、意外と基板よりもこっちの方が汚れてるかもしれませんね。ということでですね、だいぶ綺麗になったと思うんで、これで仮組みをしてみてですね、実際にちゃんと動くのかどうか、確かめてみたいと思います。おっと、ボタン入れます。仮組みといってもですね、分解した手順と逆でね組み立てるだけなんでね、まあ対してここまで分解できたら難しいことはないと思います。ここはねあくまでも仮組みなんで、部品が動かない程度に ネジが締まっていれば別に大丈夫です。ちゃんとネジは締める必要はあまりないです。果たしてちゃんと動くのか。これはやりましたわ。ということでですね、一応掃除するだけで、中の掃除するだけでちゃんと動くようになりました。やったね、イエーイ。これで 3DS なんか買わなくたって大丈夫です。やりました。ということですね、これを今仮組みなんでちゃんと元の状態に戻さないといけませんね。ああ、かったるいな。ということで、ゲームボーイポケットのボタンを処理する動画でした、ね、これでまたしばらく遊べそうですね。じゃあこのゲームボーイポケットは 3DS を欲しがっていた小学2年生のいとこに差し上げたいと思います。きっと泣いて喜ぶでしょうね。どんな顔をして喜んでくれるか楽しみです。それでは、皆さんまた会いましょう。さようなら。お、長いやつ来た。バイバイ。